国際サッカー連盟、FIFA は30日、現地時間7日2日に行われるロシアは、ルドカップ決勝トーナメント1回戦の試合を担当する審判団を発表した。ベルギー代表対日本代表の試合を担当する主審は、セネガルのマラング・ジェジュ氏。副審もセネガル人の2人が務める。第4審判はガンビアのがサマ氏となる。ジェジュ氏は未だい、記事全文を読む。